古事成語を紹介します。今回紹介する古事成語は愚行山を移すです。この古事成語の意味は愚直な努力が肝心という意味です。でこの古事成語の由来は、昔愚行っていう人がいたんですけど、その人が海に面していて、その背面がでっかい2つの山に囲まれている場所で暮らしている愚行さんっていう人がいたんですよね。で、その山があるからめちゃくちゃ不便だと、山をいちいち行き来しなきゃいけない、面倒だなっていうふうに思った愚行さんは家族総出でその山をちょっとずつ削り始めたんですよね。ただその話聞いて周りの人たちは、バカじゃねえの、山を削れるわけねえじゃんっていうふうに思ってたんですけど、愚行さんは自分の代では無理でもこの山を削るっていう作業をずっとその自分の子孫たちまで受け継いでったら、いつか必ずこの山はなくなる、だから俺はこの努力をがむしゃらに続けるっていうふうに言ったんですよね。でその話を聞いてた、天の神様が、おいい心がけじゃんっていうふうに言って、山を吹き飛ばして愚行さんが、ものすごいスムーズに街とかに流通だったりとか物流だったりとか物のやり取りとかしやすくなって、移動しやすくなって幸せになりましたよちゃんちゃんっていうことが、この愚行山を移すっていう言葉の由来なんですよね。で要するに諦めずに努力しろよっていう意味なんですけど、この古事成語を僕たちの現代社会にどういうふうに当てはまるのかというと、大之助個人の意見から言うと、確かに努力することは大事だけど、その愚行さんのやってたことってもっと他にやり方あったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で山を、その切り出す愚直な努力って大事だけど、それ以前に移動を楽にしたいんだったら、そもそも山の向こう側に住むという選択肢だってあるし、そもそも自分の仕事を自分の子孫たちに押し付けるのってどうなのって話っていうこともあるんですよね。だからがむしゃらに努力することも大事だけど、それと同じかそれ以上に自分の頭を使って、そもそもこの作業をやる必要あるのかっていうふうに、より効率的に考えて、そして時には努力が必要っていう、そのハイブリッドの考え方が僕たちの人生をより豊かにしてくれるんじゃないのかなと、僕たちが日頃時間を溶かしてしまっている SNS だったり、行きたくもない飲み会とかだったりっていうのを、どんどん捨ててって、そして代わりに自分の人生をちょっとでも良くするために何をしなければいけないのか、1日5分の散歩でもいい、1日1時間睡眠時間を増やすでもいい、毎日5分の寝る前の読書でもいいから、自分の人生のためになるようなことを、山を移すようなことかもしれないけど、ちょっとずつ山を切り崩すような大きな壁を乗り越えるためには、まずは階段を一歩ずつ踏みしめていくことが大事なんだよということを、僕はこの古事成語から解釈しています。ということで今回は以上。